東京ブックマークのチケットを取ってきました。はい、今回はチケットだけじゃなくてこの東京ブックマークのなんかガイドブックも特別についています。はい、でチケットがこちらになります。今回はこの往復のチケットなので、京都から東京までのグリーンのチケットを選ばれているので、でこっちが帰りの東京から京都の新幹線のチケットがついています。でここに三角のところに注意事項が書いてあるので、指定の列車以外には乗れませんので、遅れたり早く帰りたいと思っても時間の変更とか何もできません。なのでこのチケットは絶対に使わないといけない。普通のチケットであれば新幹線指定された列車やグリーンの指定されたところを、乗れなかった場合、その日の、早い時間帯とか遅い時間帯の自由席とかには乗車変更ができますが、このチケットは特別な格安のチケットなので、この席以外には乗ることができません。東京ブックマークの特典として今回このバウチャーが1個入っています。これは東京メトロが24時間乗り換え乗り降りができるというチケットが付くそうです。なんか手荷物預かり券ということで、東京駅に着いたらその日中預かってくれるというのがあります。セレクトクーポンということで、これは1000円分東京駅でお買い物ができるという券です。